はい。もういいのかな？さあ、言うどうかもしぞ。れんか。パーツ編ですね。ではさっきの構造を理解した上で、今度は U はどういうパーツが必要かということですけど、テンプレで簡単に言えばですよ。悩みをもう提示してるわけだから、その悩みの解決ができますってまず言うことです。誰よりもできますって言っちゃうことです。なんか今の構造の話と矛盾してるように思えるかもしれないけど、その悩みを誰よりも簡単に手っ取り早く解決できちゃいますみたいなことを言っちゃうと思うんです。あとはその悩みがあると、こういう弊害がありますよねっていうことを書く。その悩みがあると、こういう弊害が。で、それがあんまないんですよね。N 算 NP 見ててもね。例えば50になってきて腰が痛くて、立ち上がるのがきついって書いてあるとするんじゃないですか。まあ、これも U なんですけど、立ち上がるのがきついって何なのかと思う。もう一回言ってもらっていいですか？ごめんなさい。だから、ちょっと腰だと分かりづらいからな。なんつったらいいの？じゃあ、田舎にいて、出会いが少ないみたいな。まあ、はいってなるんですけど、田舎にいて、その出会いが少ないの何なのって話。おお、もう一段階掘るってことですね。そう。で、それを掘れない限り、こいつなんか適当に言ってるよねってなっちゃう。だからあんま分かってねえんじゃねえって思う。田舎に行って出会いがないって何なの？そう、なんか時間を持て余して、思わずパチンコ屋に行って、無駄な時間とお金を吸って、なんかこう、さらに年取って、なんか、どんどんつまんない人生を送っておりますよね、みたいな。要はその悩みを解決しないと、どんな弊害があるのかっていうところが書かないとダメ。じゃああれか、例えばさっきの腰の痛い人で立ち上がれないとかなっちゃうと、立ち上がれないから、もう座ってできることばっかり、まあ、例えばゲームしたりとか、スマホしたり、それこそお菓子食べちゃったりとかして、もっと、あれですよね、体もどんどん重くなって、より立ち上がれなくなっていくみたいな。立ち上がらなくなって、もうなんか寝たきりになっちゃうじゃないかみたいな。そうするとどうなるのか。だまあ今でちょっと今のその話で分かったんですけど、まあそういうので、私のね、ちょっと知ってるやつで、糖尿病のやつです、40代ぐらいね。40代で。糖尿病になって好きなもの食べれないで、毎日腹に注射打って、なんだかなみたいになっちゃいますよね、みたいな。恐れがありますよね、みたいな。ってなると、周りに一人そういうのがいたら、あ、あいつ、あれが悪化したからこうなっちゃって、自分もその道、ちょっと進んじゃってるかもしれないから、やべえな、みたいな。なるわけですよ。あとその専門家じゃないと言えない話っていうのが、そのまあラッパーの話に似てるんですけど、それなんですよ。まあ、要は刺さるか刺さないかなんですけど。まあ、ちょっとパンチライン力にもこう関係しますけど。ここは。で、そこに雑か雑じゃないかがあるんです。ちょっと、空気教授、質問していいですか？その雑か雑じゃないかは、どういったところがこう分かるんですだからその専門性がないかどうか。か？ああ、専門性ね。以前、なんかよくわかんねえ、教育って言ってる自称コンサルタントいたんですよ。
T だみたいな。T だみたいなやつ。いたんですけど、なんで私にディスられるかっていうと、雑なんですよ。はいはい。だ教育とか言うわけですね、偉そうに。うん、で別に言ってもいいんですけど、その教育についてどのくらいこう知ってんのか、やってんのか、分かってんのか、変えてきたのかっていうのって、まあ、ラッパーとかも同じなんですけど、うん、皆さん分かるでしょ、そのだからトレーナーとかそういう体の人の話で、あるところをこう聞いて答えられなければ、こいつ、ただのモグリっていうか、ザコだ、うん。で、モグリとかザコじゃない人しか答えられないその見解とか、その見方とかあるじゃないですか。うん、そこをぶつけないと。なんでここでハテナになっちゃうかがチミはダメなんですよ。うんうんうん。なんて言ったらいいんだろう。あのね、ポーカーとかのゲームと同じなんですよね。ポーカー？専門家しか持ってないものがあるでしょ？ザコも。だからザコも持ってて専門家持ってるものもあるんですよ。うんうん。専門家しか持ってないものがあるでしょ？で、その専門家がカードを出すわけですよ。専門家しか持ってない。うん。ザコは持ってないから出せないでしょ？うん。それを出さない。そのカードを出して、相手に共感、つうか、その、分かってんな、こいつって思わせない限り、ザコと同じ領域で戦っちゃうじゃないですか。なるほどね。結局、その人間どのくらいのレベルあるのか、そこで見るわけですよ。そこで、まあ、ある意味あで、じゃあ、まあ、なんですか、その専門家しか分かんないカード、うん、ある意味、まあ、その、まあ、僕らの、僕の業界なのか分かんないですけど、そのトレーナーっていう、まあ、ある程度基準みたいなのがあるわけですよね。うん、基準をの域値を超えるようなことを言っていけばいいってことですね。うん、そうですね。で、あと、その雑なやつはやらないんですよ。丁寧な人はやるじゃないですか。なるほど。で、その丁寧な人がやるところの話をするんです。あ、例えば、そっか、うん、よく言われるのが、この事実ベースなんですけど、ここ硬いですよねってよく言われるんですよって、まあ、例えばケアしてるときに仰向けで足をこう伸ばしたりすると、体硬いですよねって向こうから言ってくるんですよね。僕は言ってないのに。で、こういうところ行ったりとか、マッサージとか、その骨盤矯正とか言われるんですよって聞くと、僕は質問するんですよ。なんで硬いんですかって。それに対して、えってなるわけですよね。それで力量が分かるんですよね。こういう理由で硬いって言われたっていうんだったら、ああ、そうなんですねってなると、あ、ここ狙って治療してたのかなとか分かるんですけど。分かった、ちょっとね、もう N 座分かった。まあ、その業種の人だからこそ分からないっていう、まあ、話はあるんですよ、もちろん。で、まあ、マーケティングダメな人ってね、やってないことあるんですよ。必ずしも。やってないこと。まあ、これをみんなやらないから、ダメなんですけどね、いろんな意味で。今のを発信してないみたいな。うん、違います。リサーチです。おお、やっだてる。から、その雑魚のコンサルも、優秀なコンサルも違いが分かんないわけじゃないですか。なるほど。で、N 座がやるべきことは、その雑魚の同じ業種のサービスを受けてくるってことなるほですよ。で、ど。そうしたら引き算してください。その雑魚がやってて、自分がやってることは、そのカードとして雑魚カードってことじゃはいないではい。すか。だけど、そのサービス受けて、こいつ、こんなこともやらないんだみたいなことがあるとするじゃないですか。俺だったら当たり前のようにやれるのみたいな。それが結構価値のあるカードだってことです。あ、こんなこともやらないのねっていうのが価値なんですね。自分はやってんのにこいつやらねえんだっていうのは、そいつが出せないカードなんで、そこにカードのレアリティがあるんなるほど。ここに価値があると。です。で、N 座は今、そのレアのカードも雑魚のカードも違いが分かってないんで、あ、もう、あ、そっか。雑魚のカードばっか並べて、よそのその雑魚キャラと同じように見られてるっていうことですよ。だからその引き算をして、雑魚が持ってるカード以外のカードだけで勝負してください。そうしたら勝てますんで。なるほど。じゃあ体験とか受けに行けばいいんですね。
そうそう。で、これをやらないから、みんなダメなの。だリサーチ力がないんですよ。だから、以前、そのサッカー指導とかを、FF がやったときに、そういうとこ行くわけですよ、いろんなとこ。なるほどで、ね。こいつやってること、やってないことを見て、誰もやってないことが一番価値あるわけですから、それを出すわけですよ。こういうことやってないよねっていう。で、こういうことやらないってことは、多分こういうことを考えてもないし、見えてもないし、意識もしてないよねって、こうディスりに行くラッパーですから。そうすると、この人しか言ってないことみたいになるし、なるほどってなるから、ちょっとどん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 、ノットビリーブの壁を越えていくんです。この人、こんな細かいとこまで見てるんだみたいな。近所の、治療院と違うわ、みたいな。そうすると、わざわざ名古屋からも来たりするわけです。治療院は名古屋にもあるんだけど、そういう見方、そういう細かいところまでやってくれる人、ここにしかいないから、新幹線乗ったって別にいいわ。だけど、雑魚が言ってることと同じことで、アンダースタンドとかやったら、近所の治療院でいいじゃんになるじゃん。別になんでこの人のとこ行かなくちゃいけないんだよ。まあ、究極のアンダースタンドはここです。で、これとね、なんだろう、体験者の声足すと最強になるんですよ。カード強い、あるんですよ。その補助カードみたいなね、カードゲームにも。エンチャントみたいなカードなんですけど。エンチャントのカードをしっかり出しとかないと、その攻撃を10倍にするみたいなカードを出しとかないと、100の攻撃が1000にならないんです。そうでここはまずはエンチャントを出すべきだなという。すね。そして、まあ体験者の声で、おられてこいつって。もう体験者の声はもう、普通にダメージ与えられるカードなんで。誰が張っても攻撃力あります。体験者の声はもう持ってますからね。だけど、そのエンチャントのレアリティが高いか低いかで、それを10倍にするのか100倍にするのか。とかレバレッジかけたいっつっても、こう雑魚と同じことやってたらかかんないです。同じこと言ってれば、まあ、名古屋の人はわざわざ東京には来ないですよ。そこにいいカード貼られてれば、もう名古屋だろうが、九州だろうが来てしまうかもしれないという、とんでもない攻撃を与えられて、じゃあこれちょっと今、ちょっとコンテンツ思い浮かんじゃったんですけど、ちょっと話ずれちゃうか、やめとこう。そっか、リサーチ。リサーチをやってみて、自分はこういうことをやられて、こう思ったディスリバージョンみたいなのもありってわけですね。ラップバトルですね、じだからラップバトルだって、そのゃあ。ままって。それがディスが刺さるか刺さらないかで、よくフリースタイルダンジョンとかでもね、審査員が言ってますけど、誰に言ってもある程度刺さるディスっていうのと、その人にしか刺さらないディスっていうのがあるんですね。で、誰に言っても刺さるようなディスってネタ仕込んどけばなんとなく刺さるんです。50点ぐらい取れるみたいな。だけど、ちゃんとその人間見てないから、バトルになってねえじゃんっていうディスりを審査員に受けるんですけど、まあそうなっちゃうと思います。ってなるとあれか、そっか、だからこそ LP の構造をちゃんとやれば、タコと違うから刺さる、刺さるのか。そうです。つながりました。そういう。まあ簡単に言ってしまうとリサーチ不足なんですね。ですね。すべてが。すべてが確かに。だってリサーチ不足じゃないってことはデータベースを持ってるってことなんで、例えばその今まで呂布カルマにどういうディスをやってみんなが負けてったかと。で、どうやって呂布カルマに勝ったやつがいいのかみたいになった時に、呂布カルマってこういうとこが刺さりやすいなとか弱いなっていうのが分かるわけじゃないですか。で、そこをぶん投げるってことがまあアンダースタンドだったりするんです。まあ、あれです。もう攻撃力を上げるには、とにかくリサーチなんですよ。で、まあ、LP の構造をわかるのも大事ですけど、わかんなくても勝てるのはリサーチ力っていうか、リサーチをちゃんとしてれば勝てる可能性は、格段と上がると思う。だからあれか、その、いわゆるガーファーっていうのがビッグデータでのし上がってきたのもそういう意味か。まあね、データを持ってる奴らが最強ですかそういうふうにデータを使えばいいのか。ら。いや、なんかなんでデータばっかりで、僕よくわからなかったんですよね。そのデータを持つ意味っていうのが、なんかそれよりも目の前の人をよくすればよくねっていうふうに思っちゃってたんで、
ね、伝えるってなると、確かに相手、他の人たちもより多くの人をこう良くするって考えると、確かに今こう言ったように、その周りのところに行っちゃって、全然変わってない人を取り込むってなると、その周りが何やってるか、そしたら。雑でやって買ってるのは、資本をいっぱい持ってるチェーン店みたいなやり方なんですよ。だけど、個人で戦うには、こういう戦い方をしない限り、勝てないですね。そんなのマクドナルドに負けます。今更だ。だから、マック食った、モスバーガー食ったって飽きてるやつに、もうそういうハンバーガー飽き飽きでしょと。で、空腹の、手作り、クフちゃんバーガーみたいな。で、これはこういう、マックにもない、モスにもない、こういう特徴の、もうさらに、バーガーを極めたバーガーなのですということを言えると、あ、こいつ分かってんじゃんみたいな。あ、もう雑魚のバーガーのダメなとこ知り尽くして、手作りでやったのかと。で、ダメな人は、マックのバーガーを手作りで作っちゃうわけですよ。で、高くなるわけですね。900円みたいな。いや、その後、マック行って400円で食うでしょ、みたいな。マックでもモスでも食えない、ちゃんとしたハンバーガーを私作りましたから、バーガー好きのあなたのためにっていう。だ食べに来てね。そういうさ、そうすると、ちょっとモノホンのバーガーこいつの羊の食ってみるか、みたいな。で、わざわざ遠くから来るわけです。だからあれか、なんかいろんなところに行ってる人の方が刺さるのか。あ、そうです、そうです。知ってるから。だから初心者のやつらはチェーンに引っかかるからチェーンに行かせりゃいいんですよ。で、あとはそのチェーンに初めから引っかかりたくないやつとかぐらいを引っかけりゃいいんですよ。LP ってわざわざ調べてくる人たちなんで。そうですよね、ネットだから。っていうことはそこそこ、分かってるかあるやつ。そいつらにどうやったら分かってるじゃん、お前って言わせられるからです。お前とちょっと見てみようかみたいな。了解しました。ってなると、今のクルーだと、マックとモスは否定してるんですけど、マックもモスも肯定していて、こっち側も肯定してるものがあります。それは何でしょう。マックのハンバーガー、モスのハンバーガーも飽きましたよねって言ってますよね、この人。で、クフちゃんバーガーですって言ってるじゃないですか。マックもモスも肯定していて、我々も肯定してもらうのは何ですハンバーガか。そう、ハンバーガーって美味しいよねってことです。ー。そこは、みんな肯定してるってこと普遍的な価値なんですね。です。だけど、もう、もっと、ステージの高いハンバーガーあなた行っちゃいましょうよ。より良いものを。っていう話のために、マックのバーガーはこういう感じだし、ボスのバーガーはこういう感じですよね、みたいな。ちょっと物足りないですよね。それって、こういうところが雑だからですよ、っていうことです。だけど、私はそれも分かってるし、バーガー好きだし。もう散々食べてきましたと。そんな中、マックとモスが越えられてない壁を私が越えさせていただいたバーガーがこれなのです。なるほど、みたいな。ちょっとけしからんな、みたいな。ちょっとそれは私に出してきなさい、みたいな。バーガー好きの私は食べて信じようかな、と。話になるわけです。じゃあ、あれですね、嫁にある意味、今ちょうど妊娠中なんで、その産後骨盤矯正とか行かせて、ああ、そうだね。どういうことやってきたのかな。そうか。そうだ、まだあなたそんなのしか知らないんですかとか、そんなの使ってんですかみたいな CM ありますけど、ありますね。こういうことなんですよ。だからね、客から言わしたら、ちょっと N さんお前ってなるわけですよ。なんでそんないいもんを私にちゃんと教えなかったんだと。変なとこばっか行っちゃったじゃねえか、バカ野郎みたいなことを言われるような感じになるわけですよ。え、そんなのあんの？みたいな。知ってたわ、初めから言ってたわ、みたいな。
内容の LP にしないとダメです。そのためにはその雑魚カードは使わないと。雑魚カードは簡単にディスって踏み越えて、自分しか持ってないレアカードのエンチャントをこうピッて貼って体験者の声をパッてやったら、え、そんないいものもう使ってる人いて私だけ使ってない、やばいやばいってなるんです。でも、もう早くしなくちゃ早くしなくちゃもう早くしなくちゃってなるんです。やりたくてしょうがない、やりたくてもう、もう早く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 ってなる。うん、ということでね、まあアンダースタンドに関してはまあそういう理解のその悩みをちゃんと掘ってやることと、うん、この理解してますよっていうところの文章は雑魚が言えないようなカードをちゃんと貼るっていう。で、体験者の声があると最強ってことですね。そうで、体験者の声は、まあ、体験者の声もあのアーダコーダってクオリティありますけど、うんうん、まあ、ちゃんとしたエンチャントのそのね U のカードを貼ってあれば体験者の声貼ればもう大体1コロです。うん、まあ、体験者の声は多少雑でもいいかも。うんうんうん、まあ、体験者の声が、ね、あまりにも響きすぎるのを書くともう作られたような感じになっちゃうんで、うん、そこら辺は自然な体験者の声使っといた方が、まあ、あのいいかなっていう、あのプロか素人もんかみたいな感じ、うんうんうん、まあ、素人もんでいいかな。わかりました。まあそこら辺をちゃんとまだリサーチやったら、まあ、あとは E は、うん、あのサビをどのくらいその歌うかなん で、うん、で歌手も別に、なんつうんですかね。歌が普通にうまいかどうかって別なんですよ。別。うん。なんかうまいって思わせてるかどうかだけっつうか。その前の あのあ。どっちかというと、あのうまさよりも味なんですよ。味のある歌い方っていうか、個性のある歌い方ができてれば OK で。まあ、別にね、あの歌学校とかに行って、優秀な成績を抑えましたっていう人が別に売れてる歌手でもないんですよ。ボイトレをしなくていいよっていう。いや、結構下手くそな人の方が売れてますから。うん、あ、だから下手くそだけど、その売れてる人って味のある歌い方できる人ですか。バイブス高めなやつです。うん。だからまあ、そのいいっていうのはちょっとね、なんつうの。また違う、ちょっと自己啓発っぽい話になってきちゃうんで。まあ、とにかくその、なんつうの、変なね、気を使わないで、ちゃんと自分を全部出せと。だからエミネム殺法ですけど、うん、まあ、エミネム殺法でいけや。なるほど。で、S と T はもうテンプルテンプル。うんうんうん。まあ、それこそ、何も工夫いらないです、あんまり。工夫だけに。うん。もうなんか、この30分以内に申し込んでくれたらもう一個あげますとか、なんかそういうあのテレビショッピングでも見とけ大丈夫です。で、T はちゃんとその申し込みまでの動線をちゃんとやっとくことですから。うんうん。申し込みボタンがあって、押したらちゃんと申し込めて、ちゃんとそのトライアルだったらトライアル受けれるっていう動線が引かれてれば別に、特には問題ないんで。うん。まあ、だから問題は Q と U です。うんうんうん。Q と U はちゃんとやれよと。じゃあ、この動画を6回ぐらい見れば、Q と U が完璧に理解してできる形になりますね。で、もうちょっとごちゃごちゃ言うとね、体験者の声いっぱい貼るんですよ。うんうん。U のところでも体験者の声貼るじゃないですか。うん。で、また同じ体験者の声でも構わないので、うん、またその後にもそういうあの S とか T のところとかも貼ったりとかするんで。うんうんうん。まあ、体験者の声は結構大事なんですけど。結構数使うから。うん。それはね、テレビショッピング見てください。夜中とか。まあ、YouTube とかにもあると思うけど、もう、それ、あれ、テンプレ通りやってるから。だから体験者の声って、その20分のテレビショッピングの中で何回使ってんだろうって見りゃ分かる。まあ、同じこと3、4回やってますよね。うん。それだけ体験者の声って、攻撃力あるんです。うん。まあ、とりあえずテレビショッピングはちゃんと研究した方がいい。まあ、いつも言われてますね、うん。どういうテンプレで、どういう順番でやっていくかっていう。で、ちゃんとノットリード、ノットビリーブ、ノットアクションの順番であれやってるんで、プロがやってることなんで。うん、あ、今ノットビリ、ノットリードやってるね、みたいな。うん、あ、はいはい、ノットビリーブにこっから変わったぞ。うん、あ、で、あ、最後、ノットアクションで締めに来てるんだ、うん。で、どのくらいしつこくやってるのかっていうのが、結構ちゃんと理解した方がいい。素人が見るとくどいなって思うんですよ。うん、だけど、くらい必要なんだってことですか。うん。まあ、そういうこと。了解しました。多分 N 座が思うね、うん、3、4倍はくどいって思うぐらいのもの書いてちょうどいいぐらい。うん。自分が思ってる
まあ、特に文章だからね。直接会って喋ってないから、薄いんで、もう元から薄味なんで、結構くどくやらないと、相手にこう、すりつけていかないよっていう。待ってから。了解しました。じゃちょっとこれを まあ、参次考回に。はね、やってみてどうかっていうのがあったら、私が登場しても構わない。わかりました。ちょっとじゃあまずこれを、そうですね。できるに変えていく。ちょっと作ってみます。これでなんか進みそう。なんかやっぱりね、どうしても、QUES とか考えてると全然進まなかったので、ちょっと構造を理解した上で、なぞってとりあえず作ってみます。そうこういう構造でやだ。ってみ問題はその U のところのカードのクオリティですよ。まあ、Q もそうだけど、Q は悩みの提示だから別にそんな変わんないんだよね。素人も熟練者も。その悩みに対しての、なんつうんだろうな、アンサーの仕方が熟練者と雑魚では変わってくるんで。ってくるってことですね。ってなると、やっぱり実力が問われるのはその U とまあ E だよね。まあ E はもう本当に個性なんで。まあ、ここにその人のその人間味だったりとか、もうすべてが凝縮されるんで、一番大事なのは E なんですけど、E は逆にそれがためにですね、こうやりなさいっていうテンプレは言えないんです。そんなこと言ったら気持ち悪くなるっていうか、みんなロボットになっちゃうんで、まあ、そこはもうあなたの人間性次第ですねっていう。で、そこが雑魚だったらあなたの人間性が雑魚でしたって話です。まあ、そうなると今度は自分を磨いてくださいみたいな話になっちゃうんで。もはやちょっと LP ではなくなってくる。違う次元の話です。こんな感じです。ありがとうございます。おいえ。貴重な時間を、ちょっとこの動画、紙の画に近いと思うんで、皆さんぜひ、まあ、おえおえな感じだからみんな見てね。最低7回は見ましょうということで。おえおえな感じだから。じゃあ次はちょっとやってからまた召喚させてもらえたらと思うんで、お願いします。こんにちは。おーい。